ハーバード白熱教室だっけ、あの政治哲学で有名なサンデル教授の授業があって、こうトロッコがこうわーって進んでて、であのこのまますぐ進むと5人に当たると、で5人が死んじゃう、で切り替えスイッチがあって、こっち側の右側に行くと1人殺す、でその右側に行って1人殺す方を選びますか、そのままにして5人を殺しますかっていう、人間は正義に対してどういうふうに物事を決めるかっていう哲学の授業の話なのよ。で僕5人殺す派なんですよ。あの要するにその1人か5人かで言ったら死んだ人の人数が少ない方が良い、これは正しいんですよ。ただあの日本の法律上、僕が右側に曲がるって決めて一人が死んだ場合、その人を殺すために僕は行動したことになるんですよ。なので僕が何らかの関与をした結果その人が死んだので、その人に対する損害賠償責任が僕に発生する可能性があるんですよ。運転免許を取りに行くと、なんかその交通事故は危ないよみたいなビデオを見せられるんだけど、で今までの交通事故の損害賠償で日本で一番高かったのが、なんかね1億5000万円ぐらいの損害賠償を請求された件があんのよ。あのおじいちゃんだったんだけど、たまたま自動車で跳ねて殺しちゃったおじいちゃんが結構有名な芸術家で、1億5000万円の損害賠償みたいになったのよ。でそれがさ1割悪い、9割おじいちゃんが悪くて1割悪いにしてもさ、1500万円払わなきゃいけないわけよ。でさっきのトロッコの話に戻るんだけど、ってことはそのおじいちゃんが、例えばね、その一人がおじいちゃんだったとしたら、僕は5人を助けるためにこう右に曲がるっていうのをやったんだけど、その結果おじいちゃんを殺したから91でお前1500万払えって言われる可能性があるのよ。でも僕はそのまま何にもしないで5人を殺した場合に、5人死んだのはかわいそうなんだけど、でもその右に行けるっていうのを気づかなかった、右に行こうとしたけど手遅れだった、でこれはトロッコがブレーキがついてない、そんな状態で済ませるトロッコの整備をしたやつが悪いっていうので、僕自身の責任が発生しない確率が高いのよ。なので5人殺したっていうのは社会にとっては良くないことなんだけど、僕自身が損害賠償請求を受ける可能性が薄くなるので、そういう意味で5人を殺しますっていう選択をするって話。あの知り合いでさ、自動車を買う基準でどういう車がいいのって言った時に、あの丈夫な車で、軽自動車って事故ると自分も死ぬ可能性あるのよ。でもそのなんかボルボとかさ、割とその北欧系の丈夫な車ってすげえ硬いから跳ねた人殺すんだけど運転手は無事なのよ。なので事故った時に相手を殺すけど自分が無事な車が欲しいっていう言い方をしてて、ああまあそうだよなっていう、はい、そんな感じです。ひろゆきさんとあっち向いてほいで遊びたいです、お願いします。あっち向いてほい。